車種というかグレードにかかわらずなんですが、私どもの 40mm アップサスキットの、プレゼントをさせていただいています。もともとモンローアドベンチャーの設定になってますが、その金額差額をお支払いいただきましたら、ビルスタインもしくはクロスカントリーのホバホンエンジニアさんとですね、8段階の調整式を選んでいただくことも可能になります。ビルスタインの場合若干下のブッシュ部分の入れにくいっていうのがありまして、まずスタートボルトを最初から打ち込むというような方式のやつをラクチンクっていうやつを私どもで開発したやつをお付けさせていただいてます。トレーディングアームのボルトから一つ捨てを出しまして、後ろからも支えますんで、方針側とそのブラケットに2点で支えるような形、今はボルトなんですけど今はナット締めという形に変更になります。通常生活感で使うのはやっぱり直進安定性っていうことと、よく言われる持病と言われるハンドルフレとかがありますんで、若干私どもではキャスター角を強めに取る方向でキャスタードリームのを選択をさせていただいてます。クロカンもいければフラットダートも走っていただくことは全然可能なんですが、やはり一番よく使われるのが生活感で使われる形が一番多いと思うんで、そこはやはり乗りやすい状態のもの、例えば女性の方も乗りやすい高さというのを設定させてもらったつもりです。私どもね、今回のセットの中では横浜のジオランナーさんを、MT-AT をセットさせていただいてますが、これもリーズナブルな金額でお出しさせてもらいます。それも、一応185というようなのを設定してますが、195の方が良ければそれもさせていただきます。はい。今回はナビとドライブレコーダーが一体式という日本で初めて出てきた商品を設定させてもらってます。でこ のドライブレコーダーは非常に面白くて、ナビの GPS 使いますから、後で自分の走った軌跡、またその時のスピード、それからそれにかかってた時の G、 これを後で表示することができるようなものをつけてますので、例えば林道走行を後でやった時に自分の走りはどんなんだったろうかとかいうようなチェックにもできるような装置が内蔵されています。200万画素なんですが、今よく500万画素とか出てるんですが、それを補正するチップですね、これが今日本で販売されている中でドライブレコーダーの中で一番最大のものが入ってますんで、200万画素でも十分な画素を得ることができます。今回ちょっと、テスト的にやってみたんですが、スポイラーをつけまして、スポイラーの真ん中から後ろを向けるというような方法を一回テスト的にやってます。これによってですね、よく他でメーカーさんでやってます俯瞰機能、上から覗いたような機能と同じような機能が出せないのか、オフロード行くとやはり上の方から覗いてみたいっていうのが多くなりますから、わざと上の方に取り付けしました。で今回これ同じメーカーのバックカメラつけてますんで、これをつけていただきますと、前後ろ同時ロフがかかってますんで、事故等の、ドライブレコーダーが両方一気に動画撮影されてます。今回足回りだけをまず セットで、サービスさせていただいて、プラスナビゲーションをつけていただく場合も、ただその定価じゃなくて、割安感を出すような形もやらせていただいてます。それはまた別途ご相談させていただきますし、プラス1万5000円払っていただきました ETC の取り付け、セットアップも同時させていただいてます。ランドベンチャーに関しては今回フロアマットがついてますんで、私どものオリジナルのキーホルダーとか、でもしくは XG、XC の方に関してはフロアマットがついてないので、マットのマット、このようなオリジナルの、マットをサービスさせていただくことをさせていただきます。はい。